ギオム・エマニュエル・ギマニュエル・ド・メン・クリストは、フランス出身のミュージシャン。トーマ・バン・ガルテルと共にハウス、エレクトロ・デュオ、ダフト・パンクの一人として活動していた。また、彼の個人レーベルである、クリダムールから、共同経営者のエリック・シェドビルと共に、いくつかの作品を制作している。彼とシェドビルは、ルナイト・クラブという音楽デュオを結成している。年月日、 パリ郊外のヌイーシュルセーヌで生まれる。ポルトガル系の一家であり、祖祖父は作家でファシストのお面、クリストフィリ、高祖父は軍人のフランシスコマヌエルお面クリスト。インタビューにてギマニュエルはおもちゃのギターとキーボードを7歳ぐらいの時に買ってもらい、14歳でついにエレクトリックギターを手に入れたことを実感している。 なお、彼は作曲の際には通常ギターを用いると述べている。1987年、ギマニュエルは同じ学校のトーマ・バンガルテルと出会う。二人は、お互いが1960年代と70年代の映画や音楽、イージーライダーやベルベット・アンダーグラウンドなどをこよなく愛していたことで、意気投合する。1990年には二人トローラン・ブランコ・イッツで、 ダーリンというインディーロックバンドを結成し、ギマニュエルはギターを担当した。イギリスの音楽史にダフトパンクと告評され、この言葉を気に入ったギマニュエルとトーマは二人の新たなユニット名とした。1992年にとあるクラブに行って、以来、二人はダンスミュージックに系統し始めた。ダフトパンクのファーストアルバムであるホームワークのライナーノーツにはギマニュエルが ダフトパンクのロゴの作者として記載されている。ダフトパンクにおける創作過程やトーマとの共同制作について、ギマニュエルは、トーマは僕よりずっと技術力のある人間だ。僕たちはなんだって二人でこなしてる。でも、僕の方がもっと距離を置いてみてるし、僕らのやってることを批判的な視点で見てる。僕らはお互いが保管し合って強固な完全体になってるんだよ。 ギマニュエルは、パンプキンレコードのエリックシェドビルと共にルナイト、クラブというグループを結成している。二人は、クリダムールというレコード会社も設立している。クリダムールでは、ギマニュエルの兄弟であるパウルド・オメン・クリストも、プレイ・ポールと称し作品をリリースしている。クリダムールについて、ギマニュエルはこう述べている。ギマニュエルは、セバスチャン・テリエの2008年のアルバム、セクシュアリティを、 2010年には、フランス人、ハウスアーティストのカビンスキーのナイトコル EP をそれぞれプロデュースしている。さらに、2012年には、テリエのアルバム、マイゴトイズ・ブルーの制作に携わり、マイポエードンという楽曲を制作した。ありがとうございます。